第4ゲームまだゲームを一つも落としていませんキムガオンお手玉どうかスクラッチもう気持ちよく割っていったんですが手玉の方が前に出てしまいましたここはチャンスですねあのー、山地プロはやはり今乗れてないですから、えー、ここいい配置になりましたから フリーボールですが、なかなか構えに入れません。そうですね。ここを丁寧に行ってまあ、逆に思い切って丁寧に行って、とにかくここはもうランアウトするしかないですから。もういくら時間かけてもいいから、えー、ここは取り切らなきゃいけないですね。これ以上差がつきますと7。ゲーム先取りで4対0になってしまいます。そうですね。もうこの2人の戦いとしては7。ゲームってのはもう短いと思うんですよね。えー、もう9。最低9。ゲームの？ こう戦いをできる2人ですから、ねはいはいはい、まあ、実際ここまで3対0になるまでのスピードというのはものすごい速かったそうですねこの3番攻めるんでしょうかこれもいくでしょうね、えー、で攻めて取り切りたいですよねちょっと開き直った感じでいかないといけないんでうん 3番が4番に当たってこれはイメージと違うと思いますが、うん、そうですね、セーフティーに行ったんですけどそれもイメージがちょっとずれてますよね手玉を4番で隠そうとしたんですか、3番とそうですね抜いて、まあ、結果的には難しい形を残した当然、キム・ダヨンは攻めてきます。そうううですねこういうパターンンになると今のもキムヨ選手は パッとと構えて割と淡白にきましたよね、はい、だ、これで山内プロは取り切ってもあの引きずると思うんですが、えー、木村選手う今のショット捨ててますから、はい、変に丁寧にいって失敗してダメージを引きずるよりはそうですた、ね、多分こう相手のペースに巻き込まれたくないために今はなかなかできないですけどね、えー、試合の最中にもうこ,このゲームはっていう切り替えはできないんですけど、はい。 あえてそれを今できてますよねあー。言ってみれば山内プロは舐められたわけですから、これは何とか意地でなんとかこのゲーム取ってもらいたいと思います。山内プロは逆にこのパターンですね。ここはもう崩しに行った方がいいですよね。<ー>気持ちよく疲れたん。では、このまま行かれる可能性十分ありますね、はい。まあ、相手のペースを狂わせるとそうですね。ここはもうあの相手に気持ちよく使わせないために、やっぱり守って守って。 崩していくべきですよね。で、こういうショットが続いてくるとキム・ナヨン選手がおかしくなってきますから、えー。入るイメージがどんどん消えていって、はい、不安感の中でショットする。キが出なくなる。そうですね。<laughs> ただいつかは攻めることになると思うんですよ。そうですね。ここも行くと思うんですけど。はい。 ショットがこう…安定してないですねおそろおそろ球を出している印象、はい、ただ入れていく中で球が伸びていって自信もついてくるはずですやっぱり構えられませんね <laughs> そうですねただ構えないのかもしれません制限時間をたっぷり使って 構えに入りました。合わしていきます。うん、ポジションが思うところに出ない。六番を入れると、手玉が七番の方に近づいていきます。細かいストローク、レストを使っています。 当てに行ったいい形になりましたそうですねちょっと危なかったですけどね、えー、もう今のは当てるしかありませんか当てに行った中で一番嫌な当たり方をしたんですけど、はい、まあもう一度当たっていい形になりましたねあははははまあそういう運も味方して形ができてきました今触ってラシャを確認している様子でしたがコンディションがやはり自分のイメージと 合ってないんでしょうね、えー、転がる強さがずれてるとそうですね樋口進羅車といっても台ごとにコンディション違ってきますからね、はい、結構痺れる球だと思いますんちょっと弱いかもしれませんがこれは入れてしまえば、うん、全体的にイメージより弱いですね、えー ラインボール入るか出ましたここでようやく1ゲーム取った山内選手3対12ゲーム差精神的にもここまで盤石できたキム・ガヨンが崩れ始めたきっかけとなったゲームかもしれないただ山内プロもここで息を吹き返したというところまでいってないと思うんですよそうですね、まあ、この後ブレイクの配置次第だと思うんですけどね、えー、第8ゲーム これを取れば同点に並ぶビッグチャンス。手玉を少し前に出しました。うまく割れてはいるんですが、まず取り出しが難しい。これは見えてないんですかね。 5番が前にありますそのまま構えに入ったということは当てることはできるか当ててセーフティを作りに行きました大事なのは力加減ですがどうでしょう うーんかなりイメージと違う首を横に振っていますただ手玉が7番とくっついてつきづらくなったそうですね球を立てておお入れに行きました逆に今みたいな方がキム・選手は嫌でしょうね <laughs> 隠れてるのは思い切っていけますからねへー山内プロはジャンプ球を出しています これもう思い切ってジャンプですね。そうですね。ただこれちょっとポイントになりそうですね。このジャンプショットは、えー。当たったとしても一番が長い距離を走ります。さあ,あ惜しい。ほとんど枠にはいってるんですよ。そうですねー。うーんこれは惜しい。 もう厚み的にはもう言うことないんじゃないですかもう正解ですよね、えー、ただ当然強く突くことになる分誤差が生じたあるいは穴に嫌われたという状況だと思いますその結果いい形でキム・ガヨンに番が回ってしまった同点とすることはできなかったんでしょうか うーん二番ミスが出た。キムガヨンもちょっとおかしくなってきましたよ。そうですね。ちょっとやはり前半のリズムではつけなくなっていますけどね。えー、ここチャンスですね。この二番から三番にうまくポジションできるんでしょうか。 やはりちょっと弱いんでしょうかそうですね3番を入れて5番にポジションを出すこの作業なかなか難しいどうしてくるかおお5番に当てました あ,あそしてこの5番がもう1球難しくなった楽にならならいですねしかし今、大きく頷いて、もうこの状況を受け止めたとそうです、ね、いうところでしょう、あのー、やはりもう最初から合わなくて苦しんでるんだからもう苦しい配置が続くのは覚悟していこうっていう、まあ、なかなかそういう気持ちになれないんですよね、えー、もしそこに慣れてればこれから乗ってこれるんですけどね。はい 入ったーナイスショット何か心の切り替えというんですかねそうですねできたような気がしますあのー、これも逆振りっていう振りはあってるんですけどちょっと角度がつきすぎてるんですけど、えー、だからこれも先ほどまでと表情が違いますよね、はい、先ほどまではどうしてここへ行っちゃうんだろうっていう感じだったのがもうしょうがないと、えー、とにかく入れていこうっていう切り替えはできてるんじゃないですかね 七番に当たりましたが残った形はいい形確かに表情が随分変わりました攻める顔勝負する顔になっていますさあこれでいい形になった 本当に苦しんでナインボールまで来た。そうですね。決まりました。第8ゲーム山内プロが取りました。3ゲーム練習して4対4の同点にここで並んだ。